網代温泉ひもの祭りは、地元の経済を支える観光客に感謝の思いを伝えるとともに、特産の干物を PR することで地域の活性化につなげようと毎年開かれています。イベントの目玉は干物の振る舞いで、会場では焼きたてのアジの干物2500枚が来場者に無料で提供されたほか、網代の郷土料理イカメンチやサザエのご飯なども販売されました。美味しいです。ご飯が欲しいです。毎年来ますよ。また明日もあるから明日も来ます。網代温泉干物祭りは明日も開かれ、今日と同じくアジの干物が無料で振る舞われます。